はい、どうもナッツとラールのゲーム研究室のラールです。今回は初心者さん向けの動画になるんですけど、モンハンライズだけじゃなくて過去作でもそうなんですけど、現実世界でいう電気とかガスみたいなライフラインって呼ばれるようなものがモンハンにも存在します。狩りをしてる時って回復アイテムとかって結構大事でたくさん使うと思うんですけど、回復薬グレートがなかったり罠がなかったり閃光がなかったりして、調合して作ろうと思ったら次は素材がないなんてことになると思います。その素材を毎回取りに行くっていうのはちょっと現実的ではないですよね。なんですけど、回復薬グレートとか飛薬とか罠、閃光玉っていうのはモンハンでは必須級のアイテムになるので安定供給をさせる必要があります。なので今回はその必須級のアイテムを作るために必要なアイテムを半自動的に入手する方法をご紹介します。例えば回復薬グレートだったら回復薬と蜂蜜が必要なんですけど、回復薬は商店で普通に売ってると思うんですが、蜂蜜は商店では売ってないですよね。そういった調合に必要だけど商店には売っていないというものを簡単に安定的に入手できる方法をご紹介します。まず狩りに行くのに必要なアイテムとしては、回復薬グレート、飛薬、生命の粉塵、閃光玉、落とし穴、しびれ罠、自分で調合して持っていくアイテムっていうのはこんな感じになります。調合するのに必要なアイテムっていうのは今確認できたと思うので、そしたら次は里クエストを星2まで進めます。そうすると音も広場で交易船というものが開放されます。音も広場は鍛冶屋と雑貨屋の間の道を進んで橋の方に向かうとあります。お供広場に着いたら左の方に行くと交易船があります。まずは里クエストを星2まで進めて交易船を開放しましょう。ロンディーネに話しかけると交易ができるようになります。今は3つ枠が空いてるんですけれども、最初は1つしか枠がありません。里クエストを進めていくとロンディーネから依頼クエストが出てくるので、それをこなすことで枠を開けていくことができます。その依頼クエストが2つあるんですけれども、どちらも納品依頼なのですぐ簡単に終えることができます。まず1つ目が特産物で異文化交流。このクエストは里クエストを星3まで進めてロンディーネに話しかけると依頼を受けることができます。キツネビホオズキと剪定ガキを3つずつ取ってくるとクリアになります。そして2つ目が特産品で交易活性化。このクエストは里クエストを星6まで進めてロンディーネに話しかけると依頼を受けることができます。キングカブト1つ、ロックローズ3つ、ビスマス鉱石を3つでクリアになります。どちらのクエストも探索ツアーで取ってくるだけでもいいですし、何かのクエストのついでに取ってくるのでも大丈夫です。そしたら交易のやり方についてやっていきます。まずはお供広場の入って右側にいるイオリに話しかけてお供アイルーを雇います。お供アイルーは5レベル以上のものか、さらに15レベル以上のものがいたら15レベル以上のものを雇うようにしましょう。お供の準備ができたらアイテムを増やすから交易依頼をしていきます。そしたら先ほど雇ったアイルを選択して自分が欲しい素材を選択します。今回はマンドラゴラが欲しいのでそれを選択します。選択した素材がちゃんと合ってるかを確認したら OK です。そうしたら次は5レベル以上から使えるお供交渉術を設定していきます。お供交渉術はお供のレベルが5レベル以上から使えるものになるんですけど、各交渉術の効果時間の間だけ入手個数がアップします。効果時間は例えば3つだったらクエストを3回行ったら交渉術の効果が切れてしまうので再度交渉術をつけに行きます。お供のレベルは交易に行かせてるだけでもしっかり上がってくれるので、新しい交渉術がつけれるようになったら新しいものをつけていくといいと思います。個人的におすすめな素材の選択は回復薬グレートを中でも一番使うと思うので、蜂蜜を2つの枠で行かせてあと1つの枠で必要なものをローテーションさせていくっていうのがいいと思います。
交易船を利用することで自分は狩りに出ている間にアイルーたちが素材を集めてきてくれるので、アイテムがなくなる心配がなく狩りに集中することができます。はい、ということでいかがでしたでしょうか。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。新しくなったツイッターも概要欄にリンク貼ってあるので、ぜひフォローよろしくお願いします。それじゃあまたね。バイバーイ。